地盤沈下。地盤沈下とは、地盤が沈む現象で、体積盆地の軌跡層における、地盤沈下は、世界中のどこでも発生する。地盤が沈む原因には、自然由来のものや、人類の経済活動に基づく、人為的なものがあるが、一般的には一度沈下が起きると二度と元の高さまで、戻ることはない不可逆性を持つ。建築物や農業に被害を受ける。地盤沈下は、 海抜ゼロメートル地帯を発生させる広域の沈下現象と土木工事等による局所的な沈下現象とがあり、一般的には広域の沈下現象を公害の一つとしている。人為作用による広域の地盤沈下は、工業用水、農業用水、小雪用水、冷房用水等の地下水の過剰用水、寒容量を超える組み上げ、天然ガスの組み上げ、 高山の行動屈削などが主な原因となる。地盤沈下と地下水状況を把握に現在、水準測量による地盤の収縮状況や地盤高の測定、国土交通省の設置する地下水観測所での地下水観測が行われている。局所の地盤沈下は、局所的な溶水や、もともと水田、軟弱地盤だった地域に建築物が構築されたような場合の、 地体力を超えて荷重が再化された場合に発生する。両者ともに沈下現象の発生メカニズムについては、厚密の項を参照。地盤沈下の原因として、地下水の過剰溶水が挙げられる。地下水の過剰溶水は、地下水位の低下を引き起こすが、これにより、土中の間撃水由来の水圧による浮力が小さくなり、有効応力が増大することで地層が圧縮される。 軟弱地盤の三角州平野において、顕著に発生する。東京の下町定地では、水運の便が良いこと、気圧地下水が豊富で工業用に使用可能であったことから工業化が進んでいたが、工業活動のための地下水の過剰用水は地盤沈下を引き起こし、この結果海抜ゼロメートル地帯が形成された。日本において地盤沈下が最初に取り上げられたのは、 1915年の寺田虎彦による江東地区の測量とされる。その後関東大震災以降の水準測量により大きく注目された。特に下町定地で隅田川と荒川に挟まれた地域において関東大震災の前後での地盤沈下量が大きかったことから当時は地震に関する地殻変動によるものと考えられていた。東京でも次第に 被害範囲が広がり、大阪市でも同じ現象が見られた。観測位の水定下を根拠に、地盤沈下の原因は飛圧地下水の水定下という説が提唱されたものの、当時は指示を得られなかった。しかし、第二次世界大戦末期に地下水の用水が中断し地盤沈下も収まることで、地下水の過剰用水が地盤沈下の原因であることが指示されるようになった。 1955年以降は日本各地で沈下が報告されている。戦後、1950年以降の復興により地下水が低下し、地盤沈下が再び進行した。この影響で工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律など地下水の用水を制限する法律が整備されるようになり、地盤沈下は沈静化した。一方、 1975年頃からは地下水位の上昇に伴う地盤流気が発生している。地下水の用水制限により首都圏の問題は緩和されたものの積雪地域においては小雪のために地下水汲み上げが必要となり特に新潟県では1955年頃より深刻化し農業被害が生じた。一方、東京では 地盤沈下を防ぐために取水制限に取り組んだ結果、水位は回復してきているが、一方で予想以上の回復により、今度は地下の建造物を中心に漏水が頻発するなど、新たなトラブルが急増している。断層活動である地震では、地殻変動の結果として地表面に流気や沈降の変異が現れる場合があり、また液状化現象による地盤沈下が生ずる場合もある。 2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震により、陸前高田市の0.84メートルや押シ半島の1.2メートルを最大変動量として、岩手県、宮城県や福島県の太平洋岸の多くの地点で地盤沈下が起こったが、これは地殻変動による沈降を地盤沈下と呼んでいる。一方、この地震では、千葉県浦安市など、東京湾沿岸で、 液状化による地盤沈下が広範囲で発生した。南海トラフ巨大地震は、プレート境界の正常断層によるお前崎、潮の岬、室戸岬等の隆起、高地平野などの沈降が特徴の一つである。1960年チリ地震では、海岸よりやや内陸部で広範囲に沈降して、沿岸の市街地が浸水し、沈降量は2.7メートルに及んだ。 1700年カスケード地震は地質調査から2メートルに及ぶ沈降によって沿岸部の森林が長官帯に沈み越ししたベースギの年輪から本地震が1699年から1700年の間に発生したことが判明した地盤沈下の発生する現象により主に以下の被害が発生する地盤沈下は広域化することにより局所的な被害に加えて被害が さらに拡大化することに問題がある。また一度沈下すれば、ほとんど回復、地盤上昇をすることはないことから、潜在的被害の発生が固定化されてしまうことも、問題を深刻化させている。法令等により、自治体をまたがって対策が進められている地域と、局所的に個別の自治体で対応している地域とがある。伊勢湾台風。 1959年時の被害は、愛知県下だけでも、死者行方不明者3350人、負傷者3万1000人、家屋浸水12万5000戸、前半回家屋9万3000戸、理災者約80万人という甚大な被害を出した。この被害は、地盤沈下による堤防能力の低下が背景にあった。このため海岸や、 河川の堤防に対して2メートルの傘上げを行った。しかし継続して発生した地盤沈下により、傘上げを行った地域の大部分が沈下してしまい、場所によっては回収前の状態になってしまった地域もあった。第2室戸台風、1961年時の被害者、死者194名、行方不明者8名、負傷者4972名、という甚大な被害を出した。 この被害は地盤沈下による堤防能力の低下が背景にあった。これを引き金として工業用水法の強化と建築物用地下水の採取の規制に関する法律、通称ビル用水法が制定された。東京都江東、墨田、江戸川、千葉県浦安、行徳、市川市の広い一帯は天然ガス開発、南関東ガス電参照。 および高度成長期の大量の地下水組み上げの影響により大幅に地盤が沈下した。湾岸部では0メートル地帯化した地域もある。法令等の整備により沈下自体は小さくなったものの、現在でも広範な0メートル地帯に人口が密集しており、高潮や洪水、地震による堤防崩壊、津波などの災害が発生した場合の対策として、 堤防の傘上げや高規格堤防、スーパー堤防の設置が国や自治体によって進められている。東京特部の約半分の面積を持つ筑波研究学園都市一体に分布する筑波大地は比較的軟弱な地盤であり、都市建設が開始されてから20年程度経過した1987年においても不動沈下発生し続けていた。また、 つくば研究学園都市内のペデストリアンでは、不動鎮火による、舗装面の破壊による自転車の走行環境の悪化が指摘されている。問題が指摘された背景には、つくばエクスプレス開業に伴う自転車交通量の増加がある。局所鎮火は以下で示すもののほか、各地で発生している。造成前に埋め立てられていた柔らかい産業、廃棄物を撤去しなかったことから、 地盤沈下が発生し、販売した都市機構がその建物数件を買い戻した。なおこの沈下現象は、地下水溶水によるものではなく、地体力を上回る上再荷重によるのである。詳細は、東華大ニュータウンの地盤沈下参照。1950年代頃から表面化、新潟市沖から岩船沖にかけては、 日本屈指の天然ガスが埋蔵されており、地下水と共にこのガスを抽出することができた。しかしそれによって、新潟市内の一部、越後線白山駅の北西部や亀田号北西部、現在の大見、新和地域、市西部の大堀間線周辺で地盤沈下が起き、天然ガスの組み上げが禁止された。広域の沈下を発生させない対策としては、 地下水の用水量を減少させることである。その対策は以下の3つにより行われている。これを実施していくため、広域の地盤沈下対策は以下の施策で進められている。これらの施策により、用水量は徐々に減少し、要航指定3地域のうち南関東を除く2地域、農美、九州では、目標用水量を下回るようになってきている。 また、要項指定3地域以外の各地でも地下水位は上昇してきている。しかし地域によっては、固定化された水利権により代替水確保は困難などの問題により対策が進みにくい地域もある。地下水の用水規制により沈下は抑えられてはいるものの逆の問題も発生し始めた。代表的なものは地下水位の上昇により地下室が浮上し、 建物などの破損が起き始めたことである。例えば、東京駅では地下室におもりを入れたり、地中心部へのアンカーにより地下室を引っ張り、地下室の浮上を抑えるなどの対策を取っている。比喩的用法として、政治での選挙で大敗したため、党の地盤沈下が起きていると表現したり、経済基盤の変化による工場が撤退したためしの経済は地盤沈下しているなどと、 勢力が衰えるような状況が生じた際に用いられることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。